いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2010年モデル、アウディ TTRS をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに下すりと、飛び石があり、ボンネットに小さな傷と、 フロントガラスに飛び石がございますまたアルミホイル4本にがれ傷と右フロントのドアのドアのパネル部分に傷がありエッジ部分にも同じく傷がございます合わせて左フロントのドアに小さなへこみ傷とエッジの部分に傷があり左側のサイドスカートに複数箇所線傷がございます さらに、左リアフェンダーに線傷キズと、リアバンパー右側に下すりがあり、トランクパネルに線傷キズがございます。走行距離約4万7000キロ走っておりますので、年式走行距離かみしましても、比較的良好なコンディションを保っております。外装色はファントムブラック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。 アウディの TT をベースとし、数多くの専用装備、チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル、TT-RS でございます。エクステリアには専用のフロントバンパーやリアバンパー、19インチアルミホイールなどが備わることにより、迫力のあるデザインを演出しております。また、インテリアに関しましても、オプションのスポーツバケットシートが採用され、 さらにシフトはマニュアルシフトが選択されておりますので、より一層スポーティーなドライブをお楽しみいただけます。ヘッドライトには LED ポジショニングライト付き、キセロンヘッドライトが採用されておりますので、デザイン性、視認性ともに優れております。エンジンスペックに関しましては2.5リッター、 直列5気筒ターボエンジンが搭載され最高出力は340馬力を誇りますアルミホイルは TTRS 専用19インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましてはフロントが約7分山リアが約8分山残っております続きましてリアご紹介させていただきますリアには TTRS 専用 大型のリアスポイラーが装着されておりますのでデザイン性に優れておりますマフラーは日本出しのマフラーが装備され力強いサウンドをお楽しみいただけるモデルです合わせてトランクスペースのご紹介ですトランクの開閉は手動で行っていただきますハッチバック形状でございますのでお荷物の出し入れが非常にしやすくなっておりなおかつ後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です 続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはオプションで専用のスポーツバケットシートが採用されております。運転席、助手席ともにランバー部分に若干の使用感はございますが大きな傷はございません。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されておりクルーズコントロールが装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけます。 ナビゲーションは純正、車内ではテレビの視聴も可能です。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトは6速のマニュアルシフトが採用されており、走行モードに関しましてはセンターのスイッチにてスポーツモードを選択することが可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはいたしません。 では今回は2010年モデル、アウディ TTRS をご紹介させていただきました。走行距離約4万7000キロ走っておりますが、内外装ともに綺麗な状態を保っております。車検も平成31年の7月まで残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。圧倒的な走行性能を発揮する、アウディのコンパクトスポーツモデル TTRS でございます。 スポーティーな雰囲気はもちろんのこと340馬力を発生させるエンジンと6速のマニュアルシフトが組み合わされておりますのでより一層ダイレクトなエンジンフィールをお楽しみいただけますさらにシートヒーターや純正のハードディスクナビゲーションをはじめ快適装備も非常に充実しておりますお探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思いますよろしくお願いいたします